つの時代が終わったじゃないですか、羽生結弦さんがでプロ転向して、うん、もうね、りくりゅうは本当にすごい。ちなみにまのちゃんは、うん、どこがすごいですか。私一番はスピン、スローで見てても私の回転ぐらい今回世界選手権を現場で見られたということなんですけど、はい、かなちゃんにとっての、 その世界選手権の位置づけ、選手の時に、うんうんうん、そうそう、どうだったのかなと思って。いや、やっぱ一番出たい場所なったかな、うんうんうん、まあ、オリンピックはまあ特別じゃないですか、うん、4年に1回だし。世界選手権ってフィギュアスケートは毎年あって、でもやっぱそこに出るためにシーズンをうまくこなしていくっていうイメージだったかな、うん、一番大きな大会。そうだよね。世界選手権は私の頃なかなか出られなくて、うんうんうん、優秀な選手がたくさんいらっしゃって、うん、そうそうそう、出るまでに私はすごいかかったから、うん、すごい、なんだろう、特別な思いがある、うん、そうそう、世界選手権は。確かに世界選手権私も4回ぐらいかな、うん、4回かな、出たけど、やっぱ若い選手が出てきた時ぐらいからだんだんこう出れなくなってってっていうのがあって、なんかやっぱちゃんと全日本に合わせていかないと出られない大会だから、うん、やっぱ特別だったな。世界選手権でしか味わえない終わった感、わかる。一番最後までやっぱり滑りたいよね、うん、3月まで滑れるとやっぱりそれは嬉しいよね、わ、うんうん、かる。いや、なんかそこはやっぱ味わいたかったし、味わって気持ちよかった大会かな、うん、どの世界選手権が一番、私はカナダかな、カナダ、カナダだったと思う、唯一自分が一番良かった4位だった大会で、うん、なんか試合も良かったけど、うん、そのバンケットが超楽しかった試合じゃないやっぱり、やっぱり試合じゃない。バンケットってその試合に終わった後に行われるパーティーみたいなものなんですけど、うん、みんなドレスアップしてね、参加して、で国によって違うじゃないですか、うん、そのカナダの時は試合前にエントリーした時になんかサーカスで使う赤い花みたいなの渡されるんです、チケットと一緒に、うんうんうん、でそれを鼻につけて参加してねみたいな感じでみんなでつけていったら、会場がもう本当にサーカス、なんかムーランルージュみたいな世界みたいな感じになってて、会場入ったら食べ物はポップコーンとかフランクフルトとか、うん、そういうなんか本当にサーカスの場所、海外とか映像で見るようなのがあって、足の長い人が歩いてたりとか、肩にサルを乗せた人がはーいみたいな感じで歩いてたり、一人称を見ながらこういうのやってる人とか、もうそういう、 もう世界のめっちゃパーティーが楽しかったの。そう、ちょっと試合じゃないじゃんでもなんかそれも含めて試合っていうか、なんかそれがめっちゃ楽しかった思い出。世界選手権見に行ったってさっきおっしゃってましたけど、うんうんうん、男子だけね、うん、あの観客として見に行かせていただきました。そうなんだ、私会場にいたのにあのテレビでしか見せたことなくて不思議それさ、スピード感分かんない。そうなの、本当に毎回ちゃんと埼玉スーパーアリーナに入りしてんのに、すごい小部屋で3人でこれぐらいの画面でうわーとか言って女子のフリーの後半だけなんかその一緒にやってた川崎さくらちゃんっていう子が地上波に出なきゃいけないから最終だけ見させてもらえて、めちゃくちゃやっぱり違った画面で。そうそうだよね、そりゃ迫力もそうだしスピード感もそうだし、ね、やっぱり肌で感じると違うね。全然やっぱスケートは生で見るべき。そうだと思った、うん、選手がこう出すオーラとか、うん、やっぱ会場で見ないと感じられないものがある。なんかあるテレビの前でも感動して泣いちゃうけど、うん、やっぱ会場はもっとすごかった。まあ、ぜひみんなには会場で一回見てほしい。ショーでもいいからできれば一回は見てほしい。そうだね、うん、かなちゃんの演技もぜひ見てほしい。いや、もう私はもうわずかだから限りあるかい、なんか皆さんの前で滑るあれだから、ちょっと待って、ちょっと待って、もうだんだんこうフェードアウトしていく時期だから。え、限りある、今やめちゃうの。なんかスケートこそ、ね、荒川さんができてるからもう本当に神みたいな存在ってみんなに本当伝えたいんですけど、維持していくことが本当に大変。大変大変、本当ちょっとの気の緩みがちゃんとスケートに出ちゃうから、でやっぱ昔みたいに練習は仕事じゃないじゃないですか、やっぱ練習をするために仕事をしないとできないから、だからなかなか練習の時間も取れないし、もう
苦しい。ちなみに具体的に大体あもうこれぐらいまでしか滑れないかなみたいなのを考えてるは、ずっと決めてるのはやっぱり子供ができたりしたら、ああなるほどね。それが一つのそうきっかけというか転機というか、うん、でそれがなんか30か31歳ぐらいにできたらいいなって思ってるから、まだ相手もいないんですけど。すごいな、厳密ななんか計画性で。そう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 、だからもうそろそろかなって思って。なるほど、うん、子供ができたら、私は見せてないけど、ゆき、うん、ちゃんもだけど、しずかちゃんもだけど、うんうん、自分が滑ってる姿を見てほしいってきっと思うようになると思う。思うかな。そう、ママ頑張ってるよって。いや、でもそれがね、試合じゃなくても、うん、プロとしてのスケーターとしても、いや絶対一緒に滑りたいと思うようになると、うん、映像でいいかな。映像でも映像のままだよ。私が言うけど、映像なんか子供見ないから。本当、これ私だよって言ってみせよ、ふーんって。そう、実際に一緒に行って滑ると、うん、この人滑れるんだって。そうなんだ。でね、どんどん要求が大きくなるんで、回って飛んでみたいな。やばい、そうそうそう、そういう風になってくるわけ。やばい、やだ。え、飛べないみたいな。もう飛べないみたいな。回るのはギリギリだけど。待ってみないと分かんない。そうね、ちょっとね、あの子供を産むとちょっと体型とかの変化とか、うん、体力とかもちょっと変わってくるから、うん、ちょっと気をつけないです。確かに滑らなきゃいけないっていうのがあると思うんだけど、だからこそ荒川さんってすごいと思う。すごい、ずっとすごいと思う。やっぱさすがオリンピックチャンピオンですよね。なんかずっと、うん、ママじゃないよね。ママじゃない、アスリートママで。本当にママで。でもなんかちゃんとおふざけも知ってるから、そう、なんか面白い。そう、結構みんな多分あの解説とかのイメージがあるから、すごい真面目ななんかかしこまった人のイメージ持ってるけど、私と一緒にいるときとか、私こんなおしゃべりだけど、ほとんど荒川さんしゃべってるから。そう、ずっと荒川さんしゃべってるぐらい結構おしゃべりだし、うん、面白い。うん、そうね、うん、ウォーミングアップのときとか、あのサンダルでウォーミングアップしてるの、運動靴持ってこないで。で、足バーンって上げたときにスリッパバーンって飛んでって、こっちでショーやってるのにバーンって落として、うわーってみんなでなったりとか、本当になんか私が曲に合わせて変な踊りも一緒に踊ってくれるし、うん、結構荒川さんと面白い人だなって。わかります、わかります、わかります。なんかね、時間がなくなってきちゃって。いや、もうすごい喋ってますよね。日本の、大事な日本の未来を喋らない。そうですよね。いや、なんか一つの時代が終わったじゃないですか。羽生結弦さんがプロ転向して、うん、ゆかり姉ちゃんがいた時代っていうか、現役時代って荒川さんもいたりとかして、うん、その後、まおちゃんも出てきてみたいな、なんかすごい繋がってたけど、一回区切りとしてなんかこう一つの時代が終わったのかなって、私はなんか自分もいたりとかしてみて感じてて、まあこっからスケート界どうなるんだろうみたいな不安もあったけど、今の日本めちゃくちゃ強いなって本当に思うし、なんか今回世界選手権に出てた3人以外にもまだまだ強い選手たち男女ともにいて、ジュニアにも島田麻央ちゃんはじめすごい選手たちがたくさんいるから、なんかやっぱフィギュアスケート界ってすごいなって、なんか続々と出てきてて。ちなみに島田麻央ちゃんはどこがすごいですか？私は、まあ、みんな多分やっぱりトリプルアクセル跳べる、4回転跳べるっていうところがすごい、もちろんすごい、10代、13歳とかで跳べてるすごいけど、私は一番はスピンの部分はなんかすごいなって、やっぱそのトリプルアクセルとか4回転跳べるだけの体幹とか体が持ってるからこそ、めちゃくちゃ速く回れるスピン、スローで見てても私の回転ぐらい。スローで。そう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 。でもさ、スピンはやっぱり裏切らないから、うん、私とかジャンプ得意じゃなかったからさ、ジャンプをゆかりお姉ちゃんのドーナツスピン。そこじゃなくて、今言いたいそこじゃなくて、スピンは一つ一つ取っていけば、うん、必ずその、うん、ジャンプをカバーしてくれるんだよ、うん、そう、でも両方できたらそれに越したことはないって。いや、ほんとそう、まあちゃんはね、あのスピンの速さほんとすごいと思う。男子はどうですか、男の子は。あ、男子は私は三浦佳生くん結構、うん、あの
来てるなと思う。あの子多分天才タイプ。あ、そうなんだ。うん、なんかこの間1月のショー一緒だったんですけど、うん、朝の練習来なかったみんな心配してたんですけど、うん、ちゃんと本番では4回転飛んでたから素晴らしい天才タイプ。私には絶対できない。私もできない。不安不安で私はないんだけど、あのカオくんは結構そういうタイプで、うん、なんかできちゃうタイプ。すごい。ちゃんとそこにあぐらかかないでちゃんと練習すれば、うん、今はだからジュニアとかシニアのこう瀬戸際だから、うん、ショーマンみたいとかして、うん、そこに追いついていきたいっていう思いでやってるからすごい努力してるし、めちゃこう練習もしてると思うんだけど、ある日行き着いた時のカオくんが心配だった。そこで練習を維持しとかないといけないってことですね。天才ほどね、やっぱり、うん、そうですね、なかなかあぐらかきがちだから。あと私はあの山本颯太くんも期待してるかな。今回ちょっと悔しかったけど、あのすごいポテンシャルがある子なんですよ。なんか私ジュニアの頃からしてるけど、めちゃくちゃ運動神経が良くて何でもこう早くこなせちゃう。で彼は2回ぐらい手術も大きくしてるんだけど、怪我が本当にかわいそうな、うん、そう、その彼が今もう世界選手権出るところまで来たっていうので、やっぱ世界選手権出てるのをこう全体的に見てて、なんかそうちゃんだけ見てたらすっごい成長したと思うけど、やっぱ世界で見るとまだ詰めなきゃいけない部分多いなって私も見てて思ったから、そこさえちゃんと詰めていけばかなりいい選手になるんじゃないかなって思ってるから期待してます。いっぱいいますね選手。いや日本結構まだまだですよ、うん、なんか途絶えないのがすごくないですか。いや本当にそう思います。どこかで大体そのいろんな国を見てると、どこかでちょっと途絶えちゃったりっていう、でまた出てきたりみたいなことがありますけど、日本ってなんか誰が出ても上位に行けるみたいな、うん、しかも今現時点で世界で3つのカテゴリーでトップにいるんですよ日本が。すごくないですか。ペア特にすごいです。もうね、りくりゅうは本当にすごい、すごい。なんかこんなにも相性いい人たちがピタッて会うと、あんなに身長差あるのに一歩踏み出すのも同じなんですよ。本当にすごいと思う。相性でもある。私ペアとかさ何回もトライアウトしてるからさ、うん、そうそう、ある。絶対会う人ね。ある。やっぱそうなんだ。ピタッと来る人いる、時々。へえ。あの二人は本当に信じられないぐらいピースがあったんだと思う。すごいね。それもまた運命よ。運命だと思う。そういう方に明日ぜひ本当にお待ちしてます。お願いします。連絡するところはいっぱいあるんで、あの YouTube でもいいし、ホリプロでもいいし、USM でもいいし、あのインスタグラムでもいいんで、やりたい人ちょっと。アイスダンサー、うん、すごい、多分1時間半くらい話したんですけど、喋りましたね。ね、でもまだ喋れるじゃないですか。そう、まだまだ足りない。な、全然足りない。もっとプライベートの話もしたかったから。そうなの、そうなの。ちょっとまたすぐ来てもらってもいいですか。もちろんです。はい、いいですか。ありがとうございます。はい、とりあえず今日はここら辺でということで、ゆかりお姉ちゃんでした。ありがとうございました。